秘宝掛布が言った通りになった。どうしてこうなったさとてる。掛布がテル上がった時何にも変わってないと断言した通りやったな。伊達にレジェンドではないおじいさんや。そら何も変わらんよ。こいつは放置してたらそのうち打ち出すタイプやし、身分落としても何にも変わらん。いや、守備は安定したよ。掛布は打撃の面で言ってたんや。守備はまだわからんな。一年通してみないと。ちょっとは期待したけどやっぱ無理そうだな。今年はホームラン2桁すら打てんかもな。もう2ヶ月近く打ってないし、単打ばっかりだし、どうしてこうなった。長打率が糸原並みなんやで。もう糸原使った方がええやん。単純な現在地点では糸原使った方がええよ。でも当たり出したら佐藤のホグが明確に上だし、長い目で見たらってことやと。俺もテル好きなんやで。だからこそ悔しいわ。去年も同じこと話してたような。サトテルは毎年デジャブが。